ガリパラゲーム。じゃあ私今誘惑的だから行ってくるわね。さて、強行を置いて一人で出てきたアレックスですけれども、前回は狙ってた男を落とすことができませんでしたので、今日こそはいい男を見つけて落としたいと思います。ということで、お立ち寄りありがとうございます。今回もね、まだぎこちないプレイになっておりますが、どうぞ最後までお付き合いください。さて、お昼などで公園を選びましたけれども、いい男はいるかな？さあ、やってきましたよ、公園に。今回の獲物はドイツにしようかな。あ、誰かいる。セクシーな自己紹介。え、どんな感じでするのよ、そんなの。脱ぐとか？あ、なんかいろんな男いるじゃん。あ、なんか爽やかそうな男発見した。あ、いいんじゃないの？これいろいろつばつけよう。あ、しまった。なんか小汚いやつに声かけてしまったけど。なんだろう、この絵の具模様。なんか臭そう。まあでもね、いろんな人と友達になることが大事ですよ、アレックス。頑張りましょう。あら、この人の方がいいんじゃないの？なんで緊張してんだ、アレックスは。やっぱ臭かったのかな。なんかナルシストっぽいね、なんとなく。他にもいないかしら。あ、なんか来たけども、女には興味ないんだよ、私は。ちょっとこの人は一体何者だろうな。異性関係について聞く。なんか前からすごいあのアレックスの似たような人が来てる。ぐったりしてる。アワードマッシュ。あ、この子ティーンじゃない。ちょっとここまで若いとおばさん犯罪者になっちゃうから、ちょっとやめておこうかな。っていうかね、ここで見れること今気づきました。あれ、でも見れないわ。あ、この人シニアだったんですね。あ、それにしてはまだ若い方じゃない？ねえ。なんかティーンとシニアに当たってばっかりなんだけど、ちょっと移動しようかな。もうちょっといい頃合いの人に出会いたいんですよ、おばさんは。あ、でも、アレックスはおばさんじゃなくて若者でしたね。失礼いたしました。なんかジムとか良さそうじゃない？ちょっと。なんかいろんな大人が訳ありで集まってそうな感じよね、ジムって。さあ、初めてジムに来ましたけれども、なんかいるじゃん、早速。ちょっと楽しみじゃない？これは。あら、ムキムキしてる人がいらっしゃるじゃない？ちょっとセクシーに行きましょうか。なんかウケるわ。ん？ちょっと悪そうな男だけど。信じられない話をする。おお、なんか自信が出てるじゃん。どうしたんだろう。なんか一応この人にも話しかけとこう。まあいろんな人に声をかけとくのが可能性を上げるってもんですよ。あら、なんか男がいっぱい来てるわよ。いいよいいよ。とにかくいろいろ声かけとこう。ほら、ボクシングしてる人なんかどうよ。もうどんどん行っちゃいましょう、どんどん。なんか堀内孝雄みたいじゃん。なんか切ない顔してんな、この人。若者。なんだ、堀内さん若者だったんだ。あ、この人は大人か。思ったよりおっさんに見える。
なんかあそこにも男がいるけど、話しておきましょうか。あの人とは気が合わなかったみたいね。っていうか、よく見るとすっごい地味な合コンみたいになってんじゃん、これ。地味だわ。いや、マジ人事じゃないってば、これ。これなんて表現したらいいんだろうね。なんか、二色の弁当みたいな。切ない。もう自分見てるみたいで悲しい。もう三人の男と話してたら誰かに当たるんじゃないかなと思って。いいよいいよアレックス、かなり盛り上がってきてるわよ。冴えない盛り上がりしてるぞ。いいね、ここから誰か選んでくれ。あ、行っちゃった。なんや、体しとるやん兄さん。ちょっと冴えない男ばっかりなので、たまには色気を出そうか。あれ言ってもうた。まあいいわ。いや、いいね、ジム。なんか出会い多いわ。意外にこの人と気合ってんじゃん。マジで？でもその割にはなんかゲージの伸びが悪いわ。なんかあるのかな、相性とか。なんかなんだかんだこの鈴木リアムと仲がいいんだけど。気が合ってんじゃん。あ、上行った。あれ？あら、この人に興味があったの、アレックス。これ自分から言ったからね、私指示してないもん。あら、いい感じで話してるじゃない。あ、パンケーキボブ。その名前。軽い口当たりの名前ってところですかね。ウケるわ。もうこの人にするしかないでしょ。ねえ。うん、めっちゃ増えてる。見てください、これめちゃくちゃ増えてるんですけど。パンケーキボブ早いな。もうスイートトークしすぎでしょ、パンケーキと。やっぱなんか相性とかあるんでしょうかね。なんか仲良くなりやすい人となりにくい人いそうな感じがする。あ、パンケーキボブ、配偶者がいる。あら、パンケーキエリザ。ああ、そうか。もうダメだな。残念、パンケーキ。もうじゃあもう今日は帰ろっか。なんかいろいろ疲れたしね。まあでもいろんな人に出会ったからよかったわ。一旦出直そう。ね。寂しそうに歩いて行ってるぜ、あいつ。明日も頑張ろう。うわぁ、京子ごめんね、お腹空いたね。なんかお待たせしたわ。ちょっとかわいそうだったな、京子ほったらかしにしてて。ねえ、ちょっと京子聞いて。私今日ジムに行ってきたの。でも、ろくな出会いはなかったわ。最後なんて、最大者の男で、名前はパンケーキボブだった。私何してるんだろうって感じ。信じらんない。みたいな会話してそうだよね。あ、京子さん、お仕事に行きましたね。さあ、今日も男探し頑張りましょうね、アレックス。まあ、昨夜は、シム時間の昨夜ですけれども、いい感じに仲良くなったパンケーキ氏に奥さんがいらしたのでね、ちょっとね、無理な恋愛をしようとしてましたけれども、今日こそはね、ショートケーキぐらいは見つかるんじゃないかなと期待して、行ってみようと思います。さあ、今日も来たわよ。いるじゃん、みんな。まあ、昨日と同じ顔ぶれですけれども、とにかく挨拶をしときましょうね、なんか。私は運動しないジム仲間みたいな感じでね。
異性関係について聞く。あら、ちょっと進んだんじゃないの？関係についてのアドバイス。この人は大人、不明、嫉妬深い。あ、この人配偶者いるからダメだ。やっぱ不倫は良くないもんね。でもなんかアレックスみたいな感じの人が意外に不倫やってしまいそうな感じだけど。いや、この鈴木さん、縁があるわね、なんか。結局またいつものメンバーみたいになってんじゃんよ。あら、この人どうよ。セクシーな自己紹介しましょう。なんかもう、要スポーツみたいな人ばっかりじゃん。でもそう思ったら結構細かい設定してますよね。なんかジムらしい雰囲気出てますよ。集まってくる人も。うん、新しい男子に出会いましたけれども、この赤い髪のちょっとぽっちゃり男子に。ビル・オースティン、若者みたいですね。つまりアレックスと同じ若者ですよ。なんか気が合うかもしれないわね。まあとにかくいろいろ話してみましょう。異性関係について聞く。あら、なになに？なんだ？あら、楽しい会話になってるじゃない。気が合ってるわよ、ちょっと。まあ、ちょっといろいろ聞いてみましょうか。下品なジョークはダメだと思うけど。ああ、もう京子もこっちに連れてくるか。一人でかわいそうだし。来た、京子。京子もトレーニングでもしよっか。たまには汗かきましょう。あら、いいじゃない、京子さん、セクシー。なんか指導が来てるんですけど。もうちょっとリアムさんをトレーニングするように促そう。なんかいろんな人と話してていいじゃないか。楽しくなって。ああ、京子呼んでよかったかも。2人が近いと操作しやすい。大丈夫、京子さん。さあ、どんどん喋ろう。忙しくなってきたわよ。この人なんか不明だな。彼女いるのかしら。なんか京子に話しかけてる。京子さん大丈夫かな、京子さん。あ、よく見たらパンケーキエリザ。なんで近寄ってきたんだろう。でもなんかよく見るとアレックスに系統が似てるわね。あー、なるほどね。パンケーキ好みの顔してたんだね、アレックスが。パンケーキ夫人と仲良くなってる。あれ、さっきの人どこ行ったんだ。なんかよく分かんなくなったので、京子も返しましたし、アレックスも一回帰ろう。まあね、友達できたからよかったんじゃないかな。恋に進展はしませんでしたけれども。よしよし。いや、今回も二人を操作しましたけれども、もう結構手一杯な感じでした。まあね、シムに任せることもできるんですけども、私自分でいろいろやりたいものですから、手がかかる感じでしょうかね。いや、なんか思ったより恋人ができるのに時間がかかってる気がする。多分私だけだと思うけど。まあ、アレックスは今無職なので、出会えるうちに出会ってた方がいいかななんて思ってたんですけれども、どうしようかな。あ、電話しよう。ね、電話して交流すればいいんだわ。もう友達もできましたし、とりあえずお誘いしていけばいいね。うん。あ、デートに誘うってあるわ。デートに誘おう。ちょっと待って。デートする前にいろいろ済んでないわ。ちょっと。
とこう、衛生とかいろいろきれいにしてから行こうか。で、やっぱりデートする前にはいろいろきれいにしておきたいじゃん。ねえ。やっぱ初デートだから公園にしようか。で、清い感じに行きましょう、最初は。さあ、ジムで出会った昼、オースティン君とデートは成功するでしょうか。頑張ろう。なんかこのヒル君はおしゃれをしてきてますね。スーツっぽいの着てて。っていうか、アレックスの見た目がおばさん臭いんだよね、はっきり言って。なんかこう、飢えてる主婦が近所の男子学生を餌食にしてるみたいな感じに見えてきたわ。嫌だ、もう。いろんなの見すぎでしょ、本当にもう。ねえ。さあ、どんどん押していきましょうよ、アレックス。おばさんの底力を見せてあげるわ。おばさんは私で、アレックスは若者でした。おや、あっちでもイチャイチャ始まってるわ。何よ、あの激しさ。ちょっとこっちも負けてらんないんじゃないの、アレックス。ああ、親友になるって出てきましたけど。なんか今回もラブラブトークできなそうな予感がするけど、どうして？なんかあの、新しい人と親友になると、前親友になった人と解消されちゃってるみたいなんですよね。なので、今回はちょっと京子と親友解消したくないので、やらない。まあ、京子も呼んどきましょう。ちょっとどういう風にしたらいいんだろう。あ、恋愛ある。ここにあったんだ。やだ、時間かけすぎ。あ、で、デート完了してる。京子も来たし。いや、もう全然気づかなかったわ。ひどいな、この鈍さ。じゃあ、あの、オカマ疑惑の人も、もしかしたらいけたかな。まあ、見つかってよかった。あ、独身かどうか聞いとこう。邪魔すんだ、もう本当に。ああ、独身だと知りました。やだ。もうこれは進んでいくしかないでしょう。ねえ。まあ、ようやく恋愛の仕方も分かったので、ここはもう、ね、攻め時ですよ。ガンガン行こう。あら、もう何？横の人たち。ティーンはティーン同士でお話ししときなさい。ね、大人をからかわないの。いや、もうほんと何度も言いますけどね、このさらなる選択肢ですよ。しれっとあるもんね、こいつ。お、来たか？あ、うまくいった？あ、ボーイフレンドになりましたって出た。思ったよりあっさりしてたけど。あら、いいムードになってるじゃない。いや、もうここはもうファーストキスでいきましょうよ。ファーストキスで。あ、勘違い。おっと、始まるか。うわあ、結構固いキス。まあほら、最初だとぎこちないのも無理ないわよ。青春のキス、いいもの見せていただきました。ごっつぁんです。ところで京子、まあもうアレックスたちはイチャイチャしてるから、もう帰ろうかね、京子さん、寂しいし。付き合って早々、おすっこのタイミングまで一緒なんて、ラブラブすぎて京子が焼けて帰っちゃったわ。